いい匂いしますね。おー、すごい。今日はですね、休館日ということで西成でお腹空いてるんでご飯だけを食べてきました。いや、いつもねそこの店自体はいっぱいすぎて中になかなか入れないわけなんですよね。で、今日空いてるのかどうかっていうか、ここえ綺麗になってるっていうか、いつもこう塀やったんですけど塀は壊されて、いやどうなにかなるのかな。いや、来るたんびに本当にね、いろいろ変わってますよ。今日は久しぶりに二郎さんのとこ行くんですけども、いや、どんぶりをメニュー化したということでね、まあ、以前聞いてたんで、そのどんぶりを食べに行きます。やってますね、やってますね。てか、本当にあの自転車が多いですね。やっぱ健康的にいいですよ。なんでもかんでもね、やっぱ車とかね、まあ、電車は仕方ないですけど、まあ、車とかバイクじゃなくても、自転車たまに乗ったらね、太ももの筋肉を使うんで大丈夫ですよ。大丈夫って、大事ですよ。あ、こんにちは。やってますか。ああ、やってます。行きます。行ってます。やってるよ。あー、すいません。今日はですね、あの、どんぶり、どんぶり、どんぶりやってます。土手焼きと土手丼で卵をプラスしました。卵、はい、卵落とし。あ、いい音。あ、いい匂いしますね。うん、うわ、うわ、すこういう感じ。おお、すごいじゃないですか。うん、すごい。一味。はい。あ、わかりました。出してるから。おお、くう。土手丼と漬物です。ではいただきます。いや、こうたまりませんね。こう土手ですよ。土手煮のあのスープ。かき混ぜたら、うん、はい、卵の味と両方食べやすい。食べやすいですね。こうかき混ぜて。うん、でもこのこのタレってやっぱり白、赤味噌、白味噌ですか。赤と白。赤と白。柔らかく。いや、たまりやすいね。このご飯と一緒にこの土手のタレと一緒に食べて。濃厚からやっぱり卵でまとまりやかにして、上にこのネギを加えることによってまとまりがありますね。このこれは何もうん、1日10食限定とかね、昼間だけいうやり方もいい、はい、ああ、そうですね、まあ、昼ご飯としてね、大体、はい、ご飯これで食うよそうですね、晩は飲みに来るって感じですよね。焼き鳥と飲みに来る、はい、ね、ああそうです、はい、はい、え、今日どこから来たんですか。今日神戸から来て。神戸から、うん、いや、土手丼食べてますけどめっちゃうまいですよ。いや、そうですね、土手焼きとラングールさと餅と、はい、見とるから、うん、うん、もう何軒か行ってきたんですか。今日2軒行ってきた。え、どこ行ってきたんですか。山木は行ってきました。あ、いっぱいでしょ、あそこ。いっぱいでしたね、うん、さっきの時間から入って。はい、山木やってた。やってた、やってた。スーパードライ2つお願いします。めっちゃいいやつ。どうでしょう、うまいよ。愛媛さん飲まれてないですか。飲んでないです、今日。飲んでないですか。はい、今日これ3軒目なんですよ。あ、そうなんですか。3軒目、うん、どこ行っとるんですか。いや、八福から あそこ淡路屋行ってですね。あ、はい、淡路屋行った、はい、今日飲まん日ですか。飲まん日で、ご飯だけで3軒目です。ご飯だけ、はい、カバイカバイ。このたくあんとしそってめっちゃ合いますね。その普通のたくあんちゃうやん。いや、これはほんとここ来ないとこのたくあんのこの絶妙な味食べれませんね。合うようにな、これと、はい、あ、土手丼に合うようなこのたくあん、うん、そうそう、この味がその辺で売ってない。おー、スーパーではない。仕入れに行ってるんですか。うん、気づいたついでに、はい、専門あんね。あ、気づいてるんですか。うん、これメニューにないんですね。メニューにはない。うん、サービスで出すな。今日おにぎり仕込んでないんですね。うん、米炊いてる。焼きおにぎりめっちゃうまい。ずっと出ねえたすぎない。うん、たまにたまにしろ。いや、だいたい両方出るようになったら炊くんやけど、うん、一食だけ出んのに米炊いてる。あんな冷凍やったらええ言うけど。ああ、やっぱり、うん、やっぱりこう炊きたてでしょ。なはい、
存を持ってるから。あ、なるほど。いや、素晴らしい信念ですよ。え、そうなんですか。ほんまか。ほんなら、うちの焼き鳥とその神戸の神戸の方がうまかったら僕らやめます。え、今やってるんですか。今はもう今ゲーバリバリなんですね。バリバリです。え、二人ですか。二人の。あ、なの焼き鳥屋さん大衆か。大衆ですね。大衆やったら入っていいんだよ。品物がちゃうから。品物ネタが。ネタが違うから。ここ傷市場からもう新鮮な鶏を火でさばいて。ネギマ。ネギマ。やめなあかんです。やめてここ修行こなあかんですよ。あ、コースね。バイト雇ってくれる。いや、この見たら飲みたくなりますけどね。はい、いや、いいじゃないですか。いや、僕はもうちょっとこれからお仕事ですからね。映ったらダメですよね。映っていいんですか。映っていいんですか。いいですか。いいですか。全然モザイク。あ、モザイク。ああ。お前ら余分に金を置いていかない。いや、こっちが失礼。いや、失礼には払わないですよね。え、ほら今学生さんですか。学生。あ、二十歳。ああ。二十歳になって、ほんともう最近解禁ですか、お酒。最近ですよね。最近ですよね。なんでまだ。おお。あまり食べ過ぎたらこの焼き鳥食べられなくなります。そうそう。はい、今食べて飲んできました。先ほどの二郎さんも本当に、ね、料理熱心で、まあ、いろんな巻き寿司市場から仕入れて、まあ、それを自分でさばいて、ね、串で刺してるとか、まあ、その辺自分でやってます。で、あの土手丼のタレも自分でブレンドして、これがうまい。で、あのおしんこ、おしんこお漬物、お漬物もね、この土手丼に合うお漬物をチョイスしたっていう。ぜひね、来て。500円です。ワンコインですよ。で、卵トッピングしたら卵代が必要ですけども、ぜひ卵を増してください。もうまろやかになりますよ、マジで。あの、こんな感じです。いや、あのお酒のグードマをずっと取ってたんですけども、いや、西谷はお酒だけじゃなくて美味しいご飯のところもいっぱいあるんだっていうのをこれからも配信していけばと思ってますので、よろしければ飯シリーズも興味ある方、チャンネル登録よろしくお願いします。